延長戦のキックオフ、日本が先に点を取れば準々決勝進出が決まります。坂井、一つ一つのプレーを大切にしたい日本。ポルトガルがこれまでのらしいサッカーではない形で強引に来ることも考えられます。中盤の深い位置からのロングパス、稲本はこの大会初出場です。外に開いて中要注意、ディフェンスの後ろ要注意です。一枚足んないですよ、シュートが来た。今画面にボランチが見えませんでしたからね。先にシュートを放ったのはポルトガル、まあ、最後尾がマンツーマンでもいいですけども仕方ありませんけども、ボランチがそのこぼれには必ず帰ってきてほしいですからね。中盤の下がり目の位置に稲本と遠藤、まあ、したがって左サイドあるいは右サイド振られた時にそうした稲本であり遠藤が走り込みを防ぐ、こういう形がポルトガルが増えてくるでしょうね。プレースタイルをかなぐり捨ててポルトガルゴールに向かいます。日本はもう一度組織を立て直さなければいけません。スルーパス要注意、シモンの個人技、離れない方がいいですね。ここも来た、ディフェンス入る、物見ているシュート。15番同点ゴールのクラウディオ、日本の選手のボールに対する反応が少しずつ遅くなっていますが、出場のバンドガンバ大阪の選手、スピードが持ち味です。酒井よく粘った、高原、いい、ね、稲本、そして外に小野、ドリブルでいく、中に2人いる、倒された小野、ホイッスルありません。アドバンテージを見ています。あ、いいカットですね。ファールではなかったという判断だったでしょうか、レフリー。また日本チャンスは続く、また小野、小野が左サイドから盛んにチャンスを作ろうとしています。みんなね、あのキーパーがフィールドプレーヤーだということを忘れてると思うんですよね。普通にやってしまってますよね。中田から高原のシュート、枠を外れました。ポルトガルのゴールキーパーはフィールドプレーヤーのエステベス。延長前半の3分、先に点を取ったチームがベスト8に進みます。坂井がディフェンス離れてしまった、短いパスからシュートが来た、南とそしてクロスバーが日本を救いました。ちょっとサイドで簡単に中に入られすぎましたよね。この前がね、もう十分これシュートレンジですんでね、もう少し寄せたいですね。何か日本がしたいプレーを今ポルトガルが行っています。コーナーキック、14番は上がってきた、おっとゴールキーパー出ている、なんとかクリアしました。ポルトガルの攻勢が続く前半、延長の前半、先に点を取ったチームがベスト8進出。シモン、細かいパスで崩されないように、神技、倒された遠藤、日本ボールのフリーキックです。日本は流れを変えたい、延長の前半、
これもポルトガルのシモンが狙っています。左サイドにポジションが変わったこのスピードのあるバンドへ、いいキープですね。そして高原、高原切り返してシュートまでいけない。ポルトガルの方は絶対にシュートを出せないというね、もう執念ですよね。日本もここはゴールに対する要求を増したいところです。ポルトガルボールのスローイン、遠藤も消耗はかなり激しくなっているはずです。もう本当我慢比べですよね。あとは簡単なミスをしないことですね。ちょっと中盤が空いてきた日本、そして1対1でもポルトガルが優勢に立っています。もともとこのポジションでディフェンスするのはあまり得意ではない小野です。クロスが来る、日本要注意。バンドのプレーはファウルです。倒れているのはフレディ。もうディフェンスラインからでもどん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 ポルトガルは日本のゴールに向かおうとしています。先ほどから左右のスペースを破られることが多くなっている日本ですが、まだ日本は交代枠が1人残っています。フレディが一旦ピッチラインの外に出ていきます。シモンのフリーキック、フレディ戻ります。延長前半の7分、先に点を取ったチームがベスト8進出。あれもカットできません。そして長いボールが来る、日本オフサイド取りました。ただし日本としては注意しなければいけない右のスペースです。非常に積極的に出てきましたね。簡単にはたいて、そこにスピードのあるバンド、中揃ってますからね。バンドが中にいます。本山が向こう側に、日本もすでに小野と、そして高原にイエローカードが1枚ずつあります。消防戦となった決勝トーナメント1回戦、1人多い日本。本山ももう少しボールを走らせたいですよね。戻る手島、永田も来る、辻本、交代出場の稲本、遠藤です。本山、そして高原、高原また戻ってきた、なシュートにはいけない。頭の中にまだ出すイメージでシュートがないですよね。14番このフェイクのスピード要注意。ディフェンスが入る、抜かれてしまった、外に9番フリーでいる、シュートが来た、日本助かりました。9番のコスタのシュート、危なかったですね。延長に入って完全にポルトガルがペースを掴んでいます。完全にボールを見てしまってますよね。オフサイドありません、ありません。日本チャンス、高原がゆっくり上がってくる、バンドのシュートは弾き返されてしまった。あっと日本完全に、本山が足が止まり始めています。そして高原も、酒井、遠藤から前に本山、クロスが来た、バンドのヘディングはすみません。
こういうね、もう少し早くこういうボールがね欲しいですよね。急増のゴールキーパーのエステベスにとっては一番怖いボールです。そのキャリアのなさを考えればこのエステベスの正面にでもいいから、はい、ヒヤリとさせるようなシュートが欲しい日本です。このパスが稲本あまり通りません。この大会初出場、今フォワードのシモンをオフサイドポジションに誘っていた日本。小野、このスペース、日本とにかくシュートまで持ち込みたい。逆にポルトガル、個人技のあるカウンターに要注意。コスタ、ディフェンスに入りますが、そうですね、いいディフェンスですね。辻本が対応しましたが、1対1でその技術の前に翻弄されるようなケースが後半から増えています。シンプルに行きたい日本、サイドからシンプルにしたいですよね。富山がもらいに来て、また細かいパス、そして裏を取った、中には高原、近いサイド、高原追いつけない。もうね、やはりあの日本の方も1枚しかあそこのセンタリングに対していけなくなってきましたね。シモン、よく戻った。稲本は後半の22分の出場です。ただちょっと選手、特に前線の高原あるいは本山の消耗が気になる日本。稲本、また細かいプレーが続いています。ここにスペースがある、そしてコッサがフリーでいた。日本ディフェンス要注意、ディフェンス入る、シュートだ。南が弾いてコーナーキック。いやいやいや、日本集中の時間帯です。延長前半の13分、コスタは今大会1ゴール。あそこまで来てますからね、3人4人っていうね、勝負時には人数が1人少ないポルトガルです。コスタ、そしてまだ寄っていかない、そして抜いていく、そして2人目、シュートが来た。コスタのシュート、右に大きく外れていきました。しかしあのペナルティーエリアの中でのドリブル、そうですね、このディフェンスも行きたいんだけれどもいけないという、もう気持ちだと思うんですよね。長いボールが出た、遠藤が行く、酒井、このボールもここはキープできた。稲本、中田、そして遠藤、バンド、高原倒されました。絶対に中はやらせてくれませんからね。延長前半の14分、それってあれを高原のところにくさびが入ってもダイレクトで叩くサポートがないですよね。ちょっと遅れてきましたね。さあ、ここは直接ゴールも狙える位置です。急増のゴールキーパーのエステベスに対して日本は本山、そして後ろには小野も蹴れる位置にはいますが、小野が行った、
壁に当たる。そしてここからシンプルに行きたい。延長前半もロスタイム1分、日本チャンスになる。シュートだ、いけない、シュートまでいけない。15分ハーフで行われる延長戦、前半のロスタイムは1分。しかし日本はゴールに流し込めば勝利を手にします。中田が上げる、クロスが来る、競った酒井のファールだったでしょうか。何か日本はこの急増のゴールキーパーのエステベスに遠慮しているような。そうですね、ゴールに向かってのボールがありません。ゴールキーパーに向かってのボールがありません。ここで前半終了。ついに延長戦は後半に入ります。この後半で得点が入らなければ PK 戦ということになります。現地ナイジェリアバウチは今夕方の6時を回りました。6時15分になったところです。先にゴールを決めた方がベスト8進出。日本は3大会連続のベスト8進出がこの試合にかかっています。依然日本はゴールキーパー南、ディフェンダーは辻本、手嶋、中田の3人、そして中盤の左サイドに今ゴールキーパーの小野。このクロスを狙うか、戻した、そこに稲本、遠藤を越えて、そして酒井へ、もう一度遠藤、守備的な中盤の選手、そして酒井へのパス。今日本は3人のディフェンダーが後ろを守っています。ちょっと縦になってしまった、ドリブルを許してしまっている日本。シュートが来た、クロスバーが助けてくれた日本。そして南、倒れ込んだのはポルトガルのコスタ。危なかった。先ほどからこの左足が何度、ただね、もう本当に気持ちで1対1を挑んで勝負にいってるんですよね。どうしても日本の戦い方を見ると PK になれば勝てるという、なんか消極的なような感じがしてならないですね。危ないですよね。延長後半の1分、相手にキーパーがいなくなってから相手の方が決定的なチャンス作ってますからね。いいボールが来た、南に対するファウルです。南は前回のマレーシアのベスト8の時のメンバー。ここまで予選リーグから日本は攻めて勝ってきましたから、そういう気持ちで行ってほしいんですけどもね。まだ守りに入る、ギリギリですね。手に当たってなければ、はい、日本はこの大会から姿を消していたかもしれません。中田、ディフェンダーの中田から、そして最前線のバンドへ、裏を抜ける、バンドが行く、バンドの持ち味のプレーです。コーナーキックに代わって日本、延長の後半のまもなく3分になるところ、ボールが来た、ディフェンダーが前に来ている。このパスの交換要注意、読んでいました。しかし右サイドに選手は1人余っていました。小野、後ろからバンドの位置はオフサイドではなかったはずですが、その前にオフサイドポジションにいた高原がゆっくり戻ろうとしていた、その高原がプレーに干渉したという判断だったんでしょうか。オフサイドです。バンドもギリギリですかね。バンド自体はそのオフサイドラインの裏から出たようにも見えましたが、酒井、クロスを上げたい、ドリブルで行く高原、そしてもう一度酒井、稲本が要求している、そして稲本来た、左足でシュートが来た、
かナイジェリアの人のハンガンビーキかあるいはポルトガルのサポーターか、日本はちょっとこの雰囲気に飲まれそうになっています。延長後半の4分、稲本、もう一度稲本、日本ボールです。遠藤、辻元、そして酒井、酒井、ペナルティーエリアの中にポルトガルの選手は揃ってはいますが、しかしゴールに向かう姿勢が欲しい日本。このミドルシュートか、人数は揃っている、コースを消してスペースを作って、そしてもう一度小野、折り返して、日本の選手はいません。ちょっと力入りすぎましたね。狙いすぎなのか、それとも力みか。スピードのあるフォワードのシモン、そしてドリブル要注意。あっと、ホイッスル鳴ってペナルティーエリアの外での日本のファウル。日本の選手が戻って、日本の選手は触れてないようにも思えますが、ペナルティーエリアの外でのファウルというモロッコのゲザレフリーの判断。日本は要注意。日本ピンチを迎えた延長後半の5分、日本が先制、ポルトガルが追いついて、1人少ないポルトガル、延長後半5分、フリーキックのチャンス、日本としては最大のピンチを迎えました。シュートきた、ディフェンダーに当たった、そしてこぼれ球にも日本が反応した。これをチャンスにつなげたい日本。本山、これにはホイッスルありません。稲本まだ倒れています。ポルトガルの選手はまだボールを出しません。ポルトガルは攻撃を続けます。またドリブルが来る、1対1になる、南防いだ。日本の選手としてはなぜプレーを止めないんだという気持ちはあったかもしれませんが、日本絶体絶命のピンチでした。反対サイド、酒井君ですかね、ちょっと残りましたね。コーナーキックのプレーはまだ始まりません。稲本が先ほどその自分の進路を妨害されたという、ちょうど相手の膝か何かがこの溝落ちに入るような、稲本と、そして日本のペナルティーエリアの中で先ほど突破してしまう。もう一度コーナーキック、稲本は今ピッチに復帰しました。なんとか捉えてほしい後半、延長後半の8分、セットプレーのチャンスはポルトガル。流してミドルシュートが来た、ただあらゆるこの手段を使ってきているような気がしますね。コーナーキックからミドルシュート、日本はしかし本当に今日はゴールキーパーの南に後半から助けられています。遠藤から酒井、そしてエネルギーのあるバンドを通された、いい位置ですね。逆に日本フリーキックのチャンス、延長後半9分、本山が行きます、そして酒井もいますが、
ここで稲本も上がっていきました。ペナルティースポットのあたりです。本山が入れて遠藤のシュート、ミドルシュートを今日決めている遠藤でしたが、今日本の選手のディフェンダーも上がっています。ポルトガルの選手は3人入っていった。ディフェンダーが上がっていく。よく当てましたよ。コスタのドリブル要注意。今反対サイド人数足りてませんでしたね。さあ中にまたポルトガルの選手が走っていく。ドリブルで勝負に行くポルトガル。シモンがずっと振るんですけどね。選手の目の前シュートが来るか。日本よくディフェンス入りました。源君ですか。逆に日本本山上がってくる元気があるか。小野、高原、本山が打つのか、高原が行くのか。高原また遠藤来た。先ほどゴール前まで走っていったディフェンダーの金井。小野、そしてラインの裏、取れましたね。バンドが行った。バンドのシュート、キーパー、フィールドプレイヤーのエステベスキャッチ。こういうシーンはキーパー変わってから初めてじゃないでしょうかね。決して反応がいいわけではありませんが、しかし日本としてはこうしたシュートを続けたい。本山、酒井、今度は外からのクロス、外に選手はいない。延長後半の11分、久しぶりに日本が枠に飛んだシュートを見せたんですが、延長戦も残り時間少なくなってきました。日本はどんどんゴール前にボールを集めたい。中盤もかなり空いている。ゴールキーパー前に出ている。空いている方がいろいろなこの策が残っているようにちょっと見受けられますよね。先ほどのコーナーもそうですし、9番のコスタのドリブル、粘り粘ってからのシュートですとかね、もう本当に日本の粘り時だと思いますね。日本としてはペナルティーキックは相手のゴールキーパーはフィールドプレーヤーではありますが、しかし PK 戦のプレッシャーは日本も同じです。しかしそれより前にこのポルトガルの攻めをしのがなければいけない日本。ディフェンダーが来る、そしてスペースが空いてしまった。そしてその前にボールが来る。リナーから選手も上がってくる。バンドから、そして小野が浮かせて、あっと本山が、その前にゴールキーパー出ました、エステベス。何か観客に後押しされたのか。おっとミスになった。日本要注意。相当疲れている日本のディフェンダー。なんかカットされて、さっきのミスは頭から消したい日本。もう残り時間がなくなってきました。PK 戦にもつれ込むのか、日本が決着をつけるのか。小野、この辺りは技術があります。ポルトガル、高原粘る。高原粘った。シャツを引っ張って、今ようやく、あっと今ボールを奪おうとして14番のフィリペが足をこの高原に踏みつけるような、本人はボールということなんでしょうが、イエローカードです。延長の後半もロスタイムに入りました。小野が入れて、稲本、ディフェンスに人数をかけるポルトガル。
バンド、そうだバンドのクロス、高原が来た、こぼれたボールは日本拾えない、しかしよく取った、小野、このドリブルから、いいボールですね、酒井が来るシュート、またつなげていきたい日本、ロスタイムはすでに1分を経過しています。ここでタイムアップ、日本決勝トーナメント1回戦ポルトガル戦は PK 戦にもつれ込みました。いやポルトガルはなんとかこう粘り切ったということですよね。ポルトガルはあのゴールキーパーの交代から南は先に1本止めれば自分にとっても、そして日本のキッカーに対しても大きなアドバンテージを与えることになります。ポルトガル中心選手のフォワードのシモン、ペナルティーキック戦の1番手です。決めました。まずポルトガル1人目のシモン決めました。ボールの方向に反応はした南でしたが、これはキックが正確なキックでした。さあ注目の日本の1人目です。最もチームが納得できる選手、その選手が PK の最初のキックを任されることが多いのですが、日本は小野、フィールドプレーヤーが守るゴールです。この落ち着いて決めました。 PK 戦まず1人目は共に成功。これも選手の方は絶対に決めてですね、日本がミスしてくれるのを待つしかないと思いますけどもね。そうすると日本のキッカーの方に逆にあのプレッシャーがかかる場面もありますよね。15番のクラウディオ、この選手の同点ゴールがポルトガルの粘り強い戦いを生みました。ペナルティーキックの2人目です。南、逆を取られてしまった。この状況でね、ああいうフェイントを入れながら打てるっていうのにはもうよっぽど自信があると思いますけども、日本は2人目、遠藤が行きましたか、いや中田が行きます。日本の2人目は今大会ディフェンダーでプレーする中田、決めました。ギリギリでしたね。日本の選手に とってはこの枠にさえ行けばという気持ちはあると思うんですが、はい、何もそこまで狙うことはないだろうと、本人もヒヤッとしたと思いますけどもね。まだ笑顔があります日本。ポルトガルの3人目は途中出場のソーザ、ソーザもポルトガルの1部リーグでプレーする選手、ここまで2人ずつポルトガル日本ともに決めています。南、止めきれなかった。ポルトガル3人続けて成功させました。呼んでいた南、脇の下をかいくぐってネットに吸い込まれていきました。日本の3人目は本山です。本山の疲労がちょっと心配なこのペナルティーキック、決めました。3対3、何かポルトガルのこのフィールドプレーヤーのエステベスも何か反応のしようがない状況だと思います。そうですね、まあでも仕方ないでしょうね。日本のキッカーのミスを待っているような
しかし日本としてもどこかで南が止める、あるいはミスがなければこのまま PK 戦は続いていきます。9番、日本を再三ヒヤリとさせたコスタ行きます。南君に1本お願いしたいですね。ゆっくりとした助走、南止めた、南止めました。ポルトガル初めて失敗。ぴったりでしたね。日本がこの4人目を決めれば大きく近づきます。高原が行きます。ストライカーの高原、有無を言わせない高原のペナルティーキック。日本4対3と1つリードを奪って、そして5人目、日本はゴールキーパーの南がこのキックを止めればベスト8進出が決まります。ポルトガル5人目、レアル決めた。レアルが決めてポルトガル同点、4対4に追いついたんですが、日本は5人目のキッカーがこれを決めればベスト8進出です。日本は酒井が行きます。中盤の右サイドで精力的に動いた酒井、日本決めればベスト8進出。酒井に託された、決まった。日本苦しみながらベスト8進出。ペナルティーキック戦5対4、ポルトガルを破って3大会連続のベスト8進出です。フィールドプレイヤーのゴールキーパーエステベス、果敢に右に飛んでいきましたが、読みは当たってましたけどもね。満面の笑みの酒井。 PK 戦は日本は5人全員が決めて、そしてポルトガルのコスタのキックを南が止めて、日本ペナルティーキック戦5対4で制して準々決勝進出を決めました。延長戦で南が再三の好セーブを見せて日本チームを救って、そしてこのペナルティーキック戦、南がこの試合日本に勝利をもたらしました。いや宮澤さん、はい、本当に苦しくてドキドキする展開で、そうですね、もう日本が絶対的に有利だと思った時間から逆にあのピンチが始まりましたよね、日本のね。まあ、一つ勝ってほっとしましたけども、いろいろ学ぶことが多い試合だったなって感じしますね。